はい、では横山さんのキャンピングカーを拝見していきたいと思います。ヨセミテって書いてあります。そうです、いいですね。一応これ電動ステップ自分でつけました。おー、かっこいい、かっこいい。本当です、ちょっといろいろパテた。これも自作なんですね。自作です。へぇ、こうやって出るよ。おー、そこにあるんですね。こんな感じです。はぁ、すごい、これすごい便利。あ、本当だ。でこうやって差し込んで、すごい、すごい、カバー一応こんな形。へぇ、しかもカバー落ちないようにちゃんとちゃんとくるって芸が細かい、細かい、いや、本当細かいところまでちゃんと考えて作られてますよ、ね、すごい、素晴らしい考えられてますね。みるみるランド、中が楽しみですね。どうなってるのか、外でこれだけそう、外でこれだけ楽しめるということは、中はどうなってるのかというの、中はめっちゃ嬉しいです。いいですよ。どこで脱いでいいんですか。あ、今どこでもいいです。あ、はい、ここまではど、あ、そうです、はい、いいです、そこでもいいです。お邪魔します。あ、ちゃんとカバーがついてますね。これ神さんが作ったカバーで、すごい綺麗なカバー。なんかこの生地がすっごい素敵ですね。まあ、あの神さん、あの映りたくないんで絶対向こうの方へ。あ、そうなんですね、うん、あ、そうなんですか。でこれ、はい、一応ね、ちょっと寝てたいのがあるんで、わー、これが、はい、今まで乗ってたオートキャンパーの、乗ったところなんで、会員なんですよ。うん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 。で、一応これ全部うちのキッシュです。おー、あ、すごい、ちょっと写真撮ってもいいですか。あ、いいですよ、別に。これ何年の何月号ですか。これ何年の何月号だったかな。18年に買うべきパーツ、一番最初に受けたのがこれなんですよ。オートキャンパー、オートキャンパーの2月のこれが、あの、オーナーのリポートで初めて、うん、こちらですね、ヨセミテエナジー。そうです、うんうん、で一応 DIY がこんだけやってますよと、ほとんど DIY の話なんですけど、ドッグライトとか、はい、靴箱もこれ一応全部、普通こう入らないんですよ、これ。寄せ見てね、狭くて、うんうん、で一応2段にこんな感じで、あ、本当だ、すごい、2段待ってますね。こういうふうに段を変えたり、あとこの辺のもう何て言うんですか、テレビ関係とか DVD 関係も配線がちょっと気に入らないんで、綺麗にまとめて、すごいですね。ああ、ここですね。そうですね。あとこちらが今電源入ってなかったからかもしれないけど、こっちでライト、こっちもあのセンサーがついてて、こっちちょこっちしてる、すいません、こっち来てる。これが一応電気つくんですよ、開ければ。ああ、さっきの外から見た、あの外も電源入ってなかったんでつかないですけど、はい、これもあのここにセンサーがついてて、ああ、いいですね。それとこれはね、神さんがちょっと背がちっちゃいんで、ここへかかとをかけてこうやって登るステップになってる、ね、これはあのステップですね。これ意外とラダーつけても邪魔になるじゃないですか、うんうん、でもちょっと足がかかればいいだけですもんね。そう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 。これあのカートラジャパンで、あの、はい、特殊車両のところ乗ってたのをちょっとパクってきました。おお、結構いろいろパクったやつがあるんで、うんうん、あとこの辺全部ダウンライトつけたんですね。あ、本当だ、かっこいい。あ、こっちも。それからあと下もつきます。やっぱ照明あるとかっこいいね。照明全然違いますね。下にも照明ですか。あるんですか。おー、かっこいい。本当だ。夜になると結構。これ夜いいですね、ムード出て。いい感じですよね。しかもあそこの下にあるのは何ですか。どうですか。これはあの充電器。です。あの iPhone の。おお。あ、すごい。あ、そういう仕掛けになってるんだ。これすごいかどうか、普通の大したことないんで、これはこんなのは。へえ。あとこれがまあ Bluetooth のスピーカーで、はいはい、当然あの夜聴けるんですね。音楽つけて。でもこの内装がすっごい素敵ですね。
これは奥様の。そうですね、これレースのカーテンも、はい、これちょうどね、これ市販品で前やつがあったんですよ。で、全部色違いで丈が長さがもうみんな違うじゃないですか、はいはいはい、で、これは普通のあの、なんていうんですか、こういうパイプ買ってきて、自分で全部つけて、はいはい、うわこんな感じですごい。で、これほら、あの遮光カーテンもついてるんですけど、はいはい、昼間なんか閉じちゃうと真っ暗になるじゃないですか、うん、で、このレースのカーテンをつけると、確かに正直な話、光は入るけど、あの目線が合わなくて、うんうん、だすごい、これはもう重宝してますね、正解した道で。あー、すごいいいアイディアです。ですよね。あー、すごいです。え、このちょっとしたこういう飾りも、これ100均なんで、いいですね。すごい雰囲気出ますよね。雰囲気が全然変わりますね。あとこちら、これかみさんのもう部屋なんですけど、こちら2段ベッドだったんです最初、はいはい、これで1段ベッドに変えて、はい、で、これっちも全部あのダウンライトがつくように、一応こんな感じです。はい、一応今ライトつけたんで、いいですか、どうぞ。はい、ちょっとお邪魔。あー、すごい素敵。わあ、足元でめっちゃおしゃれじゃないですか。でそこの下に DVD のテレビがあるんですよ。はい、あ、アンテナと電源全部つけたんで。うわー、すごい。え、めちゃめちゃ素敵な空間ですね。いや、これ欲しいですね。これは、これはね、ベンチレーターで寒いといけないんで、じゃ、はい、これもう。いやー、素晴らしい。ダブルでついてるから、うんうん、正直換気が早いんですよ。こっちと向こうと。あ、そっか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 。こっちがベンチレーターの。そういうことなんですね。こっちでもつけた上に。そうです。こっちでもつけてるので、さらに換気ができると。そうです。やっぱり換気って大事ですか？大事ですよ。ここやっぱり、あの、よく鍋やったりなんかするんですよ。はいはいはい、はい。電気の鍋を、うんうん。そうするとやっぱり、あの、換気必要なんで、うんうんうん、じゃあ両方開けちゃえば結構。そうですよね。2個場所があると全然違いますよね。あと、いろんな DIY やったんで、何をやったか覚えてないんですけど、これも、そうですね、あ、こっちの、それも、これもパイプベンダーで曲げて、一応、こんな感じで、これも全部手作りなんで、手作りだけど、すっごいおしゃれで綺麗、おしゃれですね、うん、一応こんな感じで、そうするとご飯食べてても、はい、正直目線が合わないじゃないですか、全然合わないですね。これもそうですね、あ、実際、うんうん、まあ、いや、すごい素敵。とにかく何をやったかは覚えてないですけど、いろんなことやりました。このバンクベッドって下ろしても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。これはこういう形で下ろして、で、おー、これを引っ張るんですよ、こっち。おお、こんな感じでね、ここまで出ますよ、はいはい、すごい、出ますね、かなり出ますね。だから、まあ、3人ぐらい寝られるような感覚だと思うんですけど、わあ、もちろん私こっちなん でそっちかみさんなんで、2人でしか使わないから、あ、こんな感じですね。実際寝心地ってどうですか？結構いいですよ。いいですか？まあ、あの、正直な話、結構年間どうですかね、もう日本に出社しちゃったんで、はあ、すごい、相当のところ行ってるんで、帰って1ヶ月か1ヶ月半ぐらい、去年、まあ、退職して、60の定年の時に1ヶ月半ぐらい行ったんですよね。でもこっちの方が自宅で寝れるんじゃないかなってぐらい。そうですね。いや、やっぱりいいですよ、慣れちゃえば。だから、あの、日本地図あるんですけど、写真撮ったところが、はい、これが北海道から一応全部撮ったとこ。おー、あ、本当に日本くまなく、もうほぼ、うわー、すごい、九州までですね、九州まで、あ、北海道九州までほぼ行って、去年はちょうどお盆休み北海道ずっと行ったんですけど、はい、初めて北海道行って4300キロ走っちゃいました。行き帰り含めてここ9日間で一周してきました。ほぼ9日ですか、北海道で1日しか晴れなかったです。うーん、8月の9日に行って帰ってきたのは17日なんですけど、たった1日ですよ。1日か2日ぐらいした。あとはザーザー降りとか、すんごい天気だったんで、もう最悪でしたね。また来年行こうかっつって、うん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 、でもこれだけの居住スペースがあると雨でも全然違いますよね。まあ、あの、いろいろこれ改造するおもちゃを買ってもらったっていう感じで、すごい贅沢なおもちゃですよね。あの、これちょうど本当に何ていうんですか、いろいろ DIY やるのに適した車だったんで、結構
あと一応車の周りはこれヒーターつけたり、ヒーターのスイッチもあるんですけど、座席にヒーターつけたり、あとオートライトとか、その辺とか座席にヒーター、ヒーターつけました。すごい。あったかいじゃないですか。あるんですけど、こちらの。それとあとはもうエアモニとかはまあみんなつけてるんで、うん、それからあの向こうにオートライト、はいはい、自動で点滅あのついたり消えたりトンネル入って楽なんで、うん、オートクルーズ、オートクルーズが真ん中なんですよ。あの黒いやつがオートクルーズです。はい、あの黒いやつがね。でポンと横の押せばずっとその同じ速度でずっと走ってくれる。へえ、すごい。そんなのまで。あ、そうですね。あとは何ですかね、いろいろ。ボロボロつけたんで、あとスピーカーも当然買いました、あっちの。うーん、だから見えないんですけど、うんうんうん、側面の。うーん、あとやったのがね、覚えてないんですよ。いやちょこ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 これね、あとあのバックモニターあるじゃないですか、はいはい、あれはアルパインっていうメーカー の、はい、あの CRT っていうか画面使ってるんですけど、はい、これを通すのにえらい苦労したのはもうエアコンの後ろ通せなかったんですよ。あ、でこれが全部その配線なんですよ、こう取ってるのが。うわ、すごい細かい。で、これがあのやっぱり綺麗にやらないと気が済まないんで。これもう職人さんじゃないですか。こういうふうにあの一応通すんで。すごい。ここに通ってるんですね。うわー、すごい。みんなそんな感じで全部綺麗にやらない。だからあのビルダーさんより綺麗にやるんで。そうですよね。これはすごいわ。みんなそうです。穴開けたりなんかするの。そうですね、いろいろ何をやったのか記憶ないですけど、結構いろんなことやりました。あ、はい、もうなんか何もないかなと思うんですけど、ふっと浮かんで、うんうんうん、あ、最近はね、これ暖房かけるとエアコンからこう水が流れてきたんですよ、はい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 、でドレーンをきれいにまた作ったんで、この間ちょっとドレーンまでドレーンをきれいに配管して、だからホースでこう垂れれば問題ないけど、こうエアコンからこう垂れてくるのは気にならないんで、きれいにドレーン作って、で今きれいについてます。もうとにかくいろんなこと大好きなんで。本当ですね。そうですね。やるのもうこのぐらいですかね。また何か見つけて、うんうんうん、お弟子さんとかいらっしゃるんですか。いないですただすごいお金かかってますよねこれ、うん、まあお金っていうか、まあ趣味はしょうがないじゃないですか。だから電動ステップ結構いい値段しますよ、部品代だけで。かもうパッと見てかっこいいな、うん、すごかったです。でやっぱりほらあの神さんもそうなんですけど、結構年取ってくるとこの高さが結構大変なんですよ、うんうんうん、乗るのに。だからこれあると本当に楽、うん、すんごい楽なんで。しかもね、電動だからいいですよね、いちいちっていうのが、いちいち出さなくて、うん、だから神さん乗るのはもう絶対こっちから背がちっちゃいんで、ここから乗り降りしないんですよ、うん、だから最初に降りるのはもう全部あのエントランスから降りるんで、だからもうこっち専門ですよね。あ、これも作りましたよ、あのちょっと前にね。こんなのはもう大したことないんで。すごい、もうなんか備え付けかと思いきや。いやいや、これ備え付けだと思ったね。自作です。自作だったんですね。そうです、自作です。すごい、みんな自作なんで、大体が自作ですね。うん、あといろんな工具類なんか、この辺アイスを全部滑らないね。もう工具全部積んでるんで。ああ、じゃあ何かあった時にすぐに。それで後ろにハンドモテとか全部積んでますよ、電装品の修理。いや、すごい、もう揃ってる、ね、もうとにかく何かあっても大丈夫なように。うわー、工具の部品が後ろにもハンダゴテとか全部あるんで。ハンダゴテまであるんです。あります。だから本当にあの前回冷蔵庫壊れた時も良かったですよ、端子持ってて。へえ、冷蔵庫が接触不良で全然冷えなかったんですよ、はあはあ、1ヶ月半ぐらいの旅行の時に一発目で、はあ、作り置きのやつを全部最初に食べたんですよ、しょうがないから、はい、で冷蔵庫を買わなきゃいけないねってとりあえず買おうかっていうあれだったので、このランプがねこう薄くしかつかなかったんです最初、はい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 、ですぐに切れちゃったんですよ。うん、ただやっぱり接触不良悪くて、で30分ぐらい直しちゃったんで。30分、正解でした。あのどっかの店屋の食事の待ってる間に直しちゃいました。よかったと思って買わなくて。それが一番あったんですかね。みるみるランド。じゃあもう本当に車中泊、ね、あの美味しいもん食べて、あのこの間もどうですか、ゆうパーク行ってきたんですけど、美味しいもん旅館で食べて、お風呂ずっと入って、でちょこっとした観光、もう観光するとこはないんですけど、へー、だから本当にそんな感じで
行ってます、うん、すごい楽しそう。もう観光地行って美味しいもの食べてっていうのが前提条件ですから、うん、この間ね行ったとこどこですか、なんとか高専ってあ ユーパークなんですけど、はい、これなんかねアマチュア無線のね、人がたくさん来ちゃって、はい、宴会やるんでうるさいからって全部車の中にご飯運んでくれたんですか。運んでくれた、これがそうなんで、あここに運んでもらう、ここにここにいい、ね、そこでかみさんと音楽聴きながらここで全部食べて、ああ最高ですね。すごい、アユの塩焼きも、あ美味しそう、これ夕飯で5500円だったかな、で朝食が1200円なんですよ。これがアユの塩焼きでね、こんな感じで、美味しそう。で朝食も当然運んでくれたんで、これが1200円だったかな朝食。うん、うん、いいですね、いいでしょ、ここで食べられるの超いいですね。で全部運んでもらって、はい、でここお風呂、24時間入れるんですよ、うん、750円で安い。でこの24時間入れる空撮を、ドローンですね。かっこいい、面白い、紅葉が結構綺麗でしょ、綺麗、いいですね、ドローンやりたくなっちゃいますね。ドローンいいですよ、楽しそう、うん、これ編集もこの中でできるんで30秒でポンと押せばポンとできちゃうんです。すんごい楽です、めっちゃ楽です、すごい。でこれは一応この間海で撮ったキャンピングカーのドローンです。これもおお、音楽もちゃんと、もうちゃんと選べて編集勝手にやってくれるんで、30秒でポンってやる、この画像とこの画像とこの画像で勝手に向こうで画像選んで、すんごい楽です。もう編集とかめんどくさいんで、あいいですね、いいでしょ、うん、綺麗、だからほとんど結構いろんなとこ撮ってますよ。あまた30秒でね見れるっていうのがいいですね。そう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 、あとねこれが白これも RV パック最近できたやつなんですよ、はい、焼いたのこれちょうどね8台で満車になった時なんで、RV パック、ちょっと止まってるじゃないですか、こんな感じでね、楽しいですよ、いろいろ、いやこれはやってて飽きない感じです ね、 ね、こんだけいろんな、なんつうの、いろんなものが、だからカートロジャパン、カートロジャパン行ってこれ買ってもらったんで、そうですよね、ドローン新しい、そうですアイテム、本当に楽しいです、ね、だからもうね、あと20年生きられるかどうか分かんないんでね、80じゃないですか、うん、で健康寿命って70ちょっと分かんないでしょ、うん、だその分ほら今まで働いてきて自分のご褒美っていうかね、うん、でいろんな楽しいことを結構さっさとやっちゃおうかなと思って、元気なうちに、うん、いいと思います。今毎日楽しいんじゃないですか、まあまあまあ楽しいっていうかね楽しまないと、そうですよ ね、 ねえせっかくだからっつんで、だ結構いろいろ本当 YouTube 結構見てるんですよ、うんうん、でこの前もキャンピングカー TV か、うん、で撮られちゃったんで、あーっつって撮った時どこだったかな、結構こういう催しも結構行くんで、はい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 、ビッグサイトじゃなかったな、ビッグサイトも行ったんですよ、ねその前だから、あれどこだったっけ、お台場もこの前行ったんで、ありましたね、土曜日行ったんで会わなかったです、日曜日でしたよね、あそうですね、そうなんです、そうなんです、よくご存知です、分かってますよほぼ大体分かってます、そこのステップじゃないですか、これパクってきて、あなるほど、これが使えるぞと思ってそうそう、これもいいなと思って、あこれがね、あ本当だ、うんうん、でこっからヒントを得て、あれはあれもう簡単にすぐ作れるんだ、あんなもんはポポッ、こっちがそう、そっちをすぐ作ったとすごい簡単で、しかも、うん、そんなもんは別に大したことない、色もねちゃんとお揃いになってて、そうですね、貼ればいいんで、すごい貼ればいい、もう別に、まあこの床も貼ったんですけど、あ、うん、まあもうまあ大したことないですけど、
いやでもすごいやっぱり絨毯いいですよね。絨毯いいでしょ、うん、ね、1枚300円で売られるのにほぼ貼ってけばいいん で、うん、でこれ目もあるんでやっぱりね、こういうところやっぱり乾燥してくると筋目が出てくる。ああ嫌だなって。この筋目がすごい綺麗だな。いやいや、じゃなくてこの筋目が出ちゃうの嫌なんですよ。逆にあの乾燥してから縮むんだろうと思うんだけど、あのいい時はもう全然見えないですよ、こっちの方に。これ見えちゃうと嫌なんで、もうダメなんですよね。一回気になっちゃうと、うわ気になるなと思って、1枚もあれば全部1枚で貼っちゃうかなと。この辺がだってほら、もうなんていうの、細かすぎちゃうんですよね。俺もう性格がダメなんですよ。そう、こういうところ。こういうところの、こういうところまで切っちゃうんですよ。処理がすごいですよね。うん、だから雑はできないんですよ。僕だったら絶対ここ、こんなできないです。切るでしょ。もうスパーって。切っちゃうでしょ。切っちゃいます。だからそれができないんですよ。だから型紙から全部作ってって始まるから、そうするともうなんていうの、時間はかかるけども、まあ趣味の分野だからいくら時間かけてもね、関係ないんで。うん、いやもうこれは売れないですね、絶対売れなくなっちゃいます、うん、なんか愛情こもっちゃったんで。ですよね。どのぐらい走ってるんですか。まあ6万ちょいぐらいですね。あ、じゃあまだ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 、全然、はい、だからまあ、うんうん、欲しいのあるんですけど、まあお金もないしね、それ買っちゃうと次どこも行けなくなっちゃうじゃないですか。だからこれでね、十分だし、うん、まあいいかなと、ね、いやいいと思います。すごいですもん。いや上見りゃ気になるじゃないですか、キャンピングカーって、ね、本当はね、フジカズジャパンさんの、ゼフィーロって欲しいんですよ。あれ結構いいんで、そうね、かっこいいですよ。ローラーチームのやつね、あれいいでしょ。あれ作りが今までと変わってるじゃないですか、フィアットリカゾの雰囲気が、うん、後ろがちゃんとこう部屋になってて、シャワールームとトイレと分かれてるから、あれも最初に見た時に絶対いいなと思って、でリチウム400積んでね、エアコン、日本のエアコン積めば全然いいかなと思って、あれ狙ってたんですよ。でもあれ買っちゃうとね、どこも行かなくなっちゃうからつって、じゃ逆にね、買ってどこも行けないの辛いじゃないですか。そうですね。まあね、これでまあ十分かなってね、いろいろほら経験とか、逆に言えば普通の車でさ、車中泊してる人結構多いじゃないですか最近。そういう人から考えりゃね、十分寝れて、でエアコンも使えてね、で FF も使えるじゃないですか。全然いい思いしてるから逆にいいかなっつって。いやめっちゃいいと思います。すごい贅沢だ、すごい贅沢だと思います。日本旅できる、うん、まあね、本当にそう思います。しかも自分で直せるっていうのがいいですよね。いい、いやまあたまたまそういう業種と、それから自分が好きでやってるんで、うん、まあね、いろいろ触れるのが楽しいですよ、うんうん、いや本当に聞いてても楽しいですもん。すごい楽しいでしょ。もうすごい楽しいですもん、うん、ちょっと教えてください、師匠みたいな感じになってますもん。はい、というわけで横山さんの自作キャンピングカーを見せていただきました、はい、いただきました。すごかったですね、うん、なんかお話が本当に楽しくって、やっぱり愛があるなっていうのをすごい感じました。そうですね。